東京都選挙区無所属岩坂幸雄69歳富山出身で小学生の頃一家で上京その後千葉に移ります大学は夜間部の卒業貿易各職種店員、ビル管理に従事するでは 岩坂幸男さんの政見放送ですこの度、参議院議員に立候補いたしました岩坂幸男ですよろしくお願いいたします現在、日本が直面する問題としては所得格差、財政の問題、原子力発電、マイナンバー制度による 国家の個人に対するプライバシーの侵害、非常事態法、TPP、海外派兵などがあります。所得格差については、働き方の多様性と称して、雇用制度を改変したことが挙げられます。正規・非正規社員とはっきり分けられ、所得にも差がつきました。そして、会社にとっても送人件費を少なくすることができました。 その芝寄せはことさら非正規社員に向けられ、これが所得格差を生む頑固となりました。また、このことは労働者を分断することとなっており、有識問題であります。分断は労働意欲を削ぎ、会社の発展を阻害するものであります。人件費を削ることは、個人の所得が削られることですから、物も買わなくなるでしょうし、景気が良くなるはずがないのです。 雇用制度度は今一度元に戻すすべきです財政について日本の借金のことが問題になっておりますがこの借金とはつまるところ国債の発行高のことですこの国債の発行をやめ直接日本政府が紙幣を発行すればよいのです現在日本銀行が紙幣を発行しておりますが日本銀行といえども 一民間の株式会社形態の企業なのですこれに代わって政府が通貨を発行することに何の意義がありましょうやこれによるハイパーインフレの恐れは民主主義の進んだ日本では起こらないことでしょうまた政府紙幣の発行はアメリカにおいてもリンカーン大統領の時南北戦争の戦費調達のために、えー、発行しており問題とはなっておりません この同様に日本においても問題はないと思われます原子力発電についてこの発電は危険すぎます福島のことを見てもお分かりのことと思いますまた原子力発電所の点検などでこれが止まった時のために大海用の火力発電が作られており原子力発電がなくても電力が不足することはないのです早急に原子力発電をやめることが必要です マイナンバー制度について「コンピューターの発展とともに大量の情報が瞬時に把握できるようになりました」「個人間ではプライバシーの方が問題になるのに情報の元締めである国家が個人のプライバシーを制限なしに集めることができるというのはいかがなものでしょうか」「車でも速度がいくら出せるからといって出してもいいというものではなく制限速度というものがあります」 国家と個人の間にも、プライバシーの保護があってしかるべきです。法律で定める必要があります。非常事態法について、先の対戦のことをかりみれば、このようなものが施行されれば、秘密警察の暗躍で国民は途端の苦しみを味わいます。このようなものには絶対反対いたします。TPP について、TPP は関税だけの問題ではありません。 ほぼ全産業分野におけるる国内ののの制度,制度の変革を迫るものであります例えば遺伝子組み換えの表示についてですがこの表示が外国企業にとって日本国内での活動に邪魔になるとなれば国際投資紛争解決センターへ提訴することができ日本が負ければ多額の賠償を払うとともに以後一切の表示はできなくなります。 いわわゆるるラチェット規定と言われるものです日本が勝つことはほとんどないと思われますすなわち日本が日本人のために決めた法律がないがしろにされるのですこのようなことは絶対あってはなりません断固 TPP に反対いたします海外派兵について日本はほとんど外国から兵器を買っており自国生産をしておりません それなのに、その外国から買った武器で、地球の裏側まで行って戦争のお手伝いをするというのは、いかがなものでしょうか。そのようなことは、三流国がやることであり、日本のような国家がすることではありません。絶対ああってははなりりりままません。私の政見放送はこれで終わります。ごご聴ありがとうございました。 東京都選挙区無所属岩坂幸雄さんの放送でした。